うっかりぽっちゃりジャパンカップ動けるデブこと宇佐マリアです。皆さんこんにちは、宇佐マリアです。今日の動画は皆さん気になっていた私のバストウエストヒップのサイズ測定を行いたいと思います。はい、ということで、ね、こんなところにメジャーというものがありました。はい、早速測っていきたいと思います。 GO! では早速まずヒップから測っていきたいと思います。お尻を測るやつ、これかな、こっちか、一緒か、一緒なの、こうか、こっちで、こっち、ね、こう、あれ、ねえ、ちょっと胸見てない、ちょっと見てたでしょ今。ちょっとここだから、今ヒップ測ってんの分かった？はい、じゃあ測るよ、測るからね。ねえ、だから胸じゃなくてヒップ分かった？ヒップ見て。はい、ここだよ、ここかな、ヒップはここ。やばい、 100? 何これ、ちょうど100じゃない？ 100? 90? 99? え、99だって。はい、ヒップ99です。驚きなんですけど、あれ、私サイズ89だった気がするんだけどな、プロフィール。おかしいな。じゃあ次はウエストに行きたいと思います。ウエストの位置って、あれ、おへそのあたりかなと思うんですよね。よいしょ。じゃあ、ウエストに行こうかな。ちょっと、何見てんの？だから、ウエスト、今どこ見てたの？お尻でしょ。絶対嘘。お尻見てた。ダメ、ウエストだから。分かった、ちょっと待って、もう分かんなくなっちゃったじゃん、またどこだっけ、あれ、ちょっとカメラさん、ねえ何やってんの、ねえ、だからウエストお尻じゃないから、こっち、もうダメ本当に、こっちこっち、ウエストに来て、ないんじゃない、これ100ないといいんだけど、ドラえもんになっちゃう。ええ、ちょっと待って、てかまずここで合ってるのか分かんない、ここじゃない、え、1、何、100? 100? え、待って、え、待って、99?99? え、やばくない？待って、ヒップ99でしょ、ウエスト99でしょ、はい。まあいいや、わかりました、わかった、OK。 じゃ次に、じゃバスト、皆さんお待ちかねのバストに行きたいと思います。これはね、カメラマンさんもね、そう、よ、合ってる、めっちゃ合ってる、そう、もうめっちゃ合ってます、バストですよ、バストがね。でもこれ今日スポフラだからね、すごく押さえつけられてます。と、バストが、待って、ズルズルズル、112だって、112、バストは112。え、待って、私ってドラえもんなの？ということでですね、私のウサマリアの、サイズは上から112、99、99ということになりました。まあ、いわゆる、まあ、ドラムカンみたいなドラえもんですよね。はい、100、100、100に等しいですよね。はい、まあ、そんな感じの体型なんですけども、何卒今後とも応援よろしくお願いします。
ということで、ウサマリアのサイズ測定でした。バイバーイ。